きよ。というわけで、お久しぶりの、TikTok ライブ始めたいと思います。朝ごはん作るんですが、今日はキムチチャーハン作ってみたいと思います。ご飯解凍しました。あんまりなかったご飯がびっくりするぐらいなかった。まあ、ご飯はいいんだけど、キムチチャーハンってキムチの水気飛ばさないと。コーヒー飲みながらやります。はあ、皆さんは朝ご飯食べましたか？いつもはねトーストなんだけど、今日はキムチとご飯が余ってたので、キムチチャーハンにしてみたいと思います。あとちょっと塩れ気味のしめじも使おうかな。あと空いてるキムチ。キムチ結構水気が多いんだけどさ、これなんか吸い取るの？なんか K-POP のケプラーっていうアイドルの Vlog みたいなの見てたら、白菜キムチを白菜キムチを切ってただ焼いてただけっぽくて、結構なんかベチャベチャしてそうな感じだったんだけど、どうなんだろうか。せっかくなので、韓国のおっとぎの香草飯チャムキルン、あ、ごま油があるので、なんか日本のやつより香りがいいですね。これを使ってみたいと思います。こんなところに置いて大丈夫かな。あと何がいる？あと冷凍の枝豆も入れたいなと思ってるんだけど、キムチと枝豆どっちから入れたいんだろうな。やべ、何も考えずにやってる。どっちだろう。冷凍だから枝豆の方がいいか。まあとりあえず適当にごま油を。あ、多いかも。あ、いい匂い。ちょっとね、配信しながらやってるんで焦げないように割と弱火になってます。もうちょっと置いとこうか。なんだっけ、業務スーパーの枝豆かな。ぜひよかったらハートも押してください。もらえると嬉しいです。私がスマホ触ると画面が揺れちゃうんですね。ではイメージ若干しおれちゃってる気がするけど、食べれるかな。しめじもちょっとよく焼きたいけど、汁気が出るものと一緒に炒めちゃうといまいちかなと思うので、パチパチ言ってる。わーお、わーお、どうやって作るんだろうね。あんまり作ったことないので教えてください、知ってる人がいたら。これはそんなに炒めなくてもそのうち火が回りそうなので、キムチ入れていきたいんですけど、結構みずみずしいんですけど大丈夫なのかな。うん、普通に食べても美味しい。どのぐらい？とりあえずこんなもんにしとこう。
干しエビがあるので、干しエビもちょっと後で入れてみたいかなと思います。いやでもこれをさ、まあ、卵を別皿にとって焼くみたいなのもあったんですが、別皿するのがめんどくさいんですね。一旦。そして肉はないっていうね。そして卵が準備だけしとこう。卵とご飯が本当に少なくてこれだけしかない。 180g もないんじゃないかな。うわっ、あぶね。これね、カメラがすっげー邪魔なところにあるから難しいんだよね。結構水飛ばさないとあれだよね、ご飯がベチャベチャになるよ。ちょっと同時に洗濯もしてんだけど、なんか重いもの洗ってるから止まりそうな気がする。結構めんどくさくない、この水気を飛ばす作業。あ、こんにちは、さやかさん、こんにちは、はじめまして。普段なんだろう、アイコンが食べ物なのかな、グルメをよく見てるんですかね。水気を飛ばしながらこの干しエビに水気を吸わせてみる作戦。まあキムチチャーハンだけどエビが入ってて大丈夫だよね。作りました。お、なんだろう、ちょっと拡大できないんだよ。何作ってんだろう。いいですね。あんまりこのエビも使わないんで多めに入れてみようと思います。わあ、 OK。なんだろう、卵系の料理かな。お、水分が飛んできてる感じ。ちょっとなんか焦げ気味な石焼きビビンバみたいになってきちゃってるかも。なんだろう、キムチチャーハンね、どうやって作ったらいいんだろうか、あんまり作んない普段。そういう別皿には取るのがめんどくさいんで、なんとか一回終わらせたいんだけど、あ、グラタンね、いいね、グラタン長らく食べてないわ。焦げそうよ、そろそろ。キノコって洗わなくても大丈夫だよね。ちょっとなんかシワシワしてるのは取っとこう。で、まあ入れときますか。ほいほいほい、少ないな。あ、やばいやばい、焦げてる。で、普通だったら別皿に取り出したらいいと思うんだけど、ほいほいほい、いやー、石焼きビビンバみたいになっちゃってるわ。フライパンが焦げちょっと油を足しましょう。お、バラ、ありがとうございます、さやかさん。一応なんか10本溜まったら来週もやってみようかなって感じです。お、焦げてる。はい、油を入れましたのでチャーハンにしていくべく。やべ、
温まるのが早いよ。あ、焦げてんな。焦げが入ってる気がする。はいはいはい。そしてご飯を解凍したやつがあるので、そして皆さんライブゴールに貢献してくれてありがとうございました。あ、ありがとうございます。ご飯がねもう一個あるかなと思ったんだけど、意外とこれだけしかなかった。どうしよう。なんかキッコーマンのページを見たからか、醤油も使えって書いてあったんで、ちょっとこの時点で醤油も入れてみよう。あ、ちょうどキッコーマンの醤油ですね。早く入れて今確かに卵が、あ、ちょっと醤油も混ぜてから、やばいやばい、急かされると思わんかった。おい、危ないぞこれは。焦げてるもんな完全に。あのキムチの焦げが、キムチのなんだろう、あのタレみたいな焦げが。でもね、炒めてたら結構今油も入れたからパラパラになるとは思うんだけど、これ今醤油しか入れてないけど、キムチってなんか皆さんどんな味付けで作りますか？醤油入れすぎたからめっちゃ茶色くなってるわ。ここでキムチも混ぜたらベチャベチャしそうなので、もうちょっとご飯だけ。前もねこんな感じで、もうちょっとキムチと混ぜるのが早かったら結構ベチャベチャになった気がしたんだよね。ベチャついてる。やっぱ一つの鍋で作るのは限界があるかな。卵焼きすぎ？半熟でいこう。お、ありがとう。もはやね、卵の感じがほぼ見えないね。こっちもひっくり返して。なんかご飯が醤油入れすぎたかな。ひき肉みたいな色になってきた。あ、味付けは何入れたらいいですか？塩コショウ？醤油？醤油まだいるかな。卵存在が、おお。でも卵ってチャーハン、いやー分からん。なんかご飯がパラパラになる要因かなと思ってんだけど、違うのかな。ちょっとキムチと混ざり始めちゃってるけど、でもわりかししっとりはしてるけど、パラつき感ある気がする。なんだろう、石焼きビビンバになってる気がする。そういうもんかな。めちゃくちゃ茶色いんだけど、醤油入れすぎ？熱い。ちょっと味見。うん。あ、普通のチャーハンを作って混ぜ合わせる方がいいのか。なんかそうすると汁気が多いのかなと思って。じゃあ混ぜてみましょうか。いや、石焼きビビンバじゃんこれ。キムチチャーハンってそういうもんなんかな。
暑い。あれなんかでもご飯少ないと思ったけど意外と普通にチャーハンだな。これ、あ、飛んだ。飛ばすほどパラパラしてないな。しっとりしてるな。なんか美味しいは美味しいけど、醤油かけたらなんか濃いすぎる気がするので塩コショウでいくか。お腹空いてきた。でもそうだね、石焼きビビンバに、そう、石焼きビビンバになってきた。何入れよう。焦げちゃう、焦げちゃう。とりあえず塩。胡椒、胡椒。胡椒も入れてみよう。キムチチャーハンってそんな茶色くない。いやー、わかんないな。キムチチャーハンを外で食べたことがない。熱っ。なんだろう、味見してたらなくなりそうだな。あ、でもエビがいるわ、ちゃんと。なんだろう、ニンニクも振ってみようかな。ガーリック、このガーリックね、業務スーパーのやつなんだけど結構細かくて風味がいいです。してる気がするんだけど、どうでしょうか。暑い、暑い、本当に。あ、あ、全部浮いてるだけだったわ。はい、こぼれた。火を止めまして、ありました、コチュジャン。いいね、ありがとうございます。コチュジャン、ちゃんと韓国のやつ、 CJ フーズ、せっかくあるんでビビンバに、石焼きビビンバにしてみよう。いやマジでどちらかというとチャーハンというより石焼きビビンバの味がする。はい、ビビゴ、ちょっとここにね、あのカメラのスタンド、アームなんかあるんで影になっちゃってんだけど、それ使えばビビンバ、そう、ちょい買ったまま全然使ってなかったんでビビンバにしてみましょう。え、匂いが全然しないんだけど、え、これさ、どのぐらい、何にも書いてないな。あ、火つけた方がいいかな。キムチチャーハンが石焼きビビンバに進化。コチュジャンのおかげで。少なすぎたかな。いや、こんなに、なんでこんなに茶色くなんだろう。醤油入れすぎた。でも言うほど味しない、味しないっていうか、なんていうか、
ラパラ。こっちじゃん、もうちょっと入れようか。こっちじゃん。熱い。皆さんももうクーラー使ってますか？まだ6月だけどさ、暑いよね最近。いや、まだ梅雨にもなってない気がするんだけど、来週くらいから梅雨なのかな。確かにコチュジャンケプラー入れてなかったもんな。醤油とキムチとなんだっけ、スパムと砂糖入れてたんだよな。やっぱコチュジャンは違うのか。なんだろう、辛くないんだけど全然、むしろ甘くなった気がする。めちゃくちゃご飯が茶色くなっていくんだけどさ、大丈夫そう？まあ火を止めときましょう。ご飯なくなってキムチだけになるよ。どうしよう、ビビンバはあと何が乗ってるかな。刻みのりかけてみましょう。ビビンバって何乗ってる？卵？卵でも使ったよな。そっか、上に卵が乗っかってるぐらいか。とナムル。ナムルはないな、さすがに。焼き海苔ってなんか違うかな。まあとりあえずかけてみよう。洗い物を極力使わないっていうね。で、焼き海苔と、今何分配信したかな。これどうやって見んだっけ。熱い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 。お、ダイヤモンド1、誰かダイヤモンドくれました、ありがとうございます。なんだっけ、バラは見たんだけどな。コチュジャンは冷蔵庫に入れなくていいのかな。あ、開封後は冷蔵庫で、はい。お、ごまでもかけとこう。もうすらなくてそのまま。ペペペペ。熱い熱い熱い。う。入れてあんまり見せてもないのに混ぜちゃった。皿があんまりないのでこのまま食べてみたいと思います。結局食べるときに混ぜるんかいって感じなんですけど。キムチの味だね。めちゃくちゃ茶色いけど、味が濃いって感じではないし、ほんのりキムチ味って感じなんだけど、あのコチュジャンはどこに行ったんだろう。これでスープもあるといいかもしれないですね。なんぶほ。熱っ。コーヒー、スープの代わりにコーヒーを飲みます。いつも朝ごはんはパンなんですけど、今日はパンがなくて、昨日買いに行ったら バナナもいつも買ってんだけどバナナもなくて、なんだ10までに必要なポイント、なんだこれ。というわけで、
一旦作るのは終わったので、こんなもんにしようかなと思うんですが、熱いマジで、はあ、見に来てくださってありがとうございました。今日はこのようなキムチチャーハンがビビンバのようになりましたという放送でした。また気が向いたらやると思うので、ぜひまたその時に遊びに来てください。またね、フォロワーが1000人ぐらいになったら韓国語の勉強とかを配信しようかなと思ってまして、普段の投稿は K-POP 関連の投稿してるので、韓国好きだったり K-POP 好きな方はぜひねチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。